フレッドだ。二次方程式か。やった！そうだ、よし。開けゴマ。代わりにリチャーズの転職するのか。このゴミためを出たい。今はいいのか。完璧だ。オーケー、マーカス。隠れ家を示すデータがあるはずだ。どこにあるか教えてくれ。それが問題なんだ。奴らは賢い。データを分割した。どのサーバーをハックしたらいいかわからない。ああそうかよ。侵入してから教えてくれてありがとね。アンテナに送受信機を設置しろ。データの流れを終えればどのサーバーか絞れるはずだ。なあ、簡単だ。登って設置する。他にいい手もないしな。時間がかかりそうだ。景色を楽しんでる暇はねえぞ。設置した。よし、待て。今流れを追跡する。いくらだって待ってるぞ。 FBI の屋上だな。オッケー、わかった。マップに送る。こっちだ。付近の要員へ。たった今匿名の情報が入ってきた。現場を確認してくれ。大量のデータはあるけど、隠れ家の場所はないみたいだな。
電池バレた。早く逃げろ。まだ場所がわからない。周波数は分かった。行け。完全に失敗だな。無駄な情報しかない。その反対だ。隠れ家の周波数を突き止めたんだ。三角測距で位置も突き止められる。なるほど。デラムズに設置したのが第一ポイントか。そうだ。三角形を形成する残り二つを見つけてやる。一つは俺がやるからもう一つを頼む。今マップに送っておいた。おいレンジ、もうすぐ第3ポイントだ。やっちゃってくれ。あのウェイトレスとは次の目標にライブに行く。やったな。まあね、彼女しっかりしててさ。おい、そこを動くな。俺は何もしてない。地面に伏せろ、すぐに。猫を散歩させてるだけだ。なレンジ、レンジ、くそ。したら、レンジが FBI に捕まった。聞いてたわ、くそ。最後にいた場所はどこだ。無駄よ、隠れ家に連れて行かれる。三角測量で突き止めるしかない。急いで。送受信機を設置。三角測量中。旧16番街駅。状況を確認しないと。セキュリティカメラをハックして。ハック中。ロイ・オービソンみたいなもんか。ああ、父が言ってた。ロイがサングラスをかけたのはあがり症克服のためだと。さて質問だ。はいなら自由の身で帰れる。マスクも一緒に。ロイ・オービソンって誰なんだ。いいえと答えればマスクは戻らず投獄され、鏡を見るのも耐え難い日々が続く。取引だ。お前はデッドセックだ。イエス。政府に干渉した。イエス。今後は国家的問題として扱われる。イエス。全て考慮するといくつかの選択肢がある。お前は敵の戦闘員だ。ということはグアンタナモ湾行きだ。嫌なら。嫌ならなんだ。
デッドセックの潜入に協力しろ。弱みを教えるんだ。メンバーの情報をかき集めろ。窓口になれ。クソったれよ。よし、いいか、よく聞け。運命は俺が握ってる。情報を渡すんだ。氏名も住所もだ。言っておくが、俺を味方にした方がいいぞ。何を勝手に。彼には時間の無駄だと言ったんだ。捜査の邪魔をするな。そんな権利はない。一切だ。いいとも。電話したまえ。捜査局長のモンローだ。さあ。マーカスはどうしたんだい？いいやつではあるが、見当違いしている。彼では君を守れない。 FBI の連中は彼を見せしめにするだろう。そういうものだ。気の毒に。だが君には選択肢がある。選ぶのは君だ。我々と同情するか、あるいは黙って引き殺されるか。この男に関する情報を全て無駄にする気か。失礼。フエンテス捜査官には長期的視点がないようだ。君は行くといい。お仲間に知らせてくれ。FBI に狙われたくないなら会いに来いとね。私にだ。でないと困ったことになる。おい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 、ダメだ。君もそろそろ自分自身の目で世界を見る時だ。大人として真の姿を見せてやりたまえ。送ってやれ、適切に。君をどうしようかね、マーカス。どうするとしよう。あいつら許さねえ。マスクは必ず取り戻してやる。レンジ、ここだ。マスクは取り返してやる。見たのか。やったやつは許さない。ダメだマーカス、お前にはもっと大事な仕事がある。知るか。俺が取り戻す。やろうとも。お見通しだったってこと。やつらは分かってない。レンチにはあれがいるんだ。仲間が必要とするなら必ず手に入れる。その通り。それからサーバーに侵入してやつらの計画の全ファイルを手に入れる。 FBI の汚い秘密を晒してやる。番外駅、マスクはここにあるはずだ。
Christ. Let's go. Hang on. Hey, cool. マスクを手に入れた。大事に扱って。今探してる。奴らのデータを送る。嘘。私たちだけじゃなく全ハッカーグループの情報がある。そういう計画だ。待ってろよレンチ。お前に返してやる。こんな思いをさせてすまない。ドゥシャンのたわごとを覚えてるか。俺は裏切らない。俺たちを引き裂きたいだけだ。そうはさせない。奴は FBI を短縮ダイヤルで呼び出せるし、容赦なく追ってくる。仲間がいなきゃダメなんだ。そうだな。ありがとう。 FBI はハッキングソフトをハッカーたちに強制的に提供させて使用している。 FBI はそのハッキングソフトを用いて法の網をくぐり抜けて管理体制や皆の個人データにアクセスしているのだ。また FBI は我々に協力を強制するためにデッドセックメンバーを違法に拘束した。FBI に次ぐ。ここは警察国家ではない。君ら FBI は秘密警察ではなく、憲法を曲解することは許されない。ハッカーに協力させる計画は暴露した。デッドセックは監視を続ける。全アメリカ人の自由を守った。デッドセックは真実を告げた。行動を起こせ。